大阪の蘭学塾、敵塾蘭学塾は、江戸時代に西洋の学問を学ぶために私塾として広まった学問書。ヨーロッパの学問を、初期は主に西洋医学と天文学、後に科学、物理学、西洋建築学等を学ぶ場所として使われ、その後の日本の近代化に大きな役割を果たした。江戸時代は、ヨーロッパの学問といえば蘭学であるが、これは、 鎖国時代に、真を除けば、海外と交易していた相手はオランダのみであり、要所の多くは、都合オランダ経由で入ってきたためオランダの書物、乱書と呼び、オランダ以外の西洋学問のこともオランダ学問、乱学で呼ぶようになった。西洋との交流が始まった、最初期は、西洋のキリスト教による影響に鑑みて幕府は、乱学の禁止を打ち出していたが、八代将軍、 徳川義宗公の代に改革の一部として解禁され、日本の蘭学史が幕を開けた。しかし近令が敷かれて100年余りの日本では、長崎で通事をする人間も読み書きはできず、ひとたび失敗をすれば切腹させられかねない状況や、通事としての価値を下げかねない蘭学の普及に、積極的になることはなかった。また、切実に求められた医学の分野では、 デジマオランダ商会員に指導を受けた通時の家のいくつかが、公毛外科と称する和洋折衷の医学を位置し、送電的に伝える流派を生み出すのみであり、幕府は、漢文学者であった、ノロ現状、青木昆洋らを招聘して対策に当たらせたが、単語700余りを書き留めるに終わってしまった。敵塾書蔵の解体新書この状況を打開したのは、 近隷解禁より50年余りが経過した後に出版された遺書解体新書であった。医師、前の両宅、杉田玄白らが独学で西洋医学書ターヘルアナトミアの薬質に成功。それまで蘭学は近隷が解かれたとはいえ表立って行動を起こせば幕府への反逆の意思ありとみなされ即処罰の対象にされかねない状況であったが、この成功により、 杉田玄白の下には多くの弟子が集まりその教育のために私塾の必要性が生じここに蘭学塾、天心堂が創設された。前の両宅、杉田玄白の弟子、大月玄宅は天心堂に学んだ後、私塾、知覧堂を創設。これらの塾から海外のことを取り入れようと躍起になっていた江戸時代末期の蘭学塾が多くが作られた。特に、 慶應義塾大学などは、もともとは蘭学塾からスタートしており、今でも大学のことを塾と呼ぶのはこの名残である。ありがとうございます。